コラボチャンネル始まりました。さあ今日のテーマは自主トレです。自主トレ、はい。まあ、あの大体シーズンが終わって、うん、次のキャンプが始まるまでの練習期間ですけど、す、ね、あの素朴な質問なんですけど山内さん、はい、自主トレって何をするんですか？はい、まあ基本的に2月1日からキャンプインするので、はい、あのそれの練習にこうできる体力、技術っていったところをの準備をするというのが自主トレですよね。うん、じゃあやっぱり選手によってその鍛えたい部分とかトレーニングしたい部分は、そうですね、そうですね、まあ違いますよね。まあもちろんその強化したい部分、強化したい部分もあるし、まあ元に戻すっていったところもね。ああ元に戻す。そうですね、やっぱり少しこうオフがあったので、そのあたりをこう元の状態に戻していくっていったところも、そういう選手もいますよね。なるほど。ちなみに山内さんが現役時代の時はどういう自主トレをされてますか？あのね、僕らの時はね、まあ先輩を見てまあ習っていくんだけども、はい、結構12月は休んでたんだけど、1月に入ってから自主トレやるっていう選手が多くて、まあ僕もそういう感じでやったんだけど、今の選手はもうそんなにね休まない。あ、そうなんですね。12月も定期的に体を動かしながら、肩もねキャッチボールなんかもしながら休まない選手が多くなってきましたよね。へ、まあ、ですから僕らの時は1月ぐらいからこう動き出して、はい、まあ、肩を作り始めるといった感じで、ちょっと遅れた感じがありましたよね。すごいですね。じゃあ本当に今の選手は休みがない？今の選手は本当にこう休まない。すごい。休まないというか、あの平1年間も常にこう平均して落とさないようにしてますね。なるほど。そっちの方がまた落としてると、また上げてしまう、上げるのに結構ね、時間がかかったりあのするんで、そういう感じになってきましたね。なるほど。じゃあ、あんまりこう体力が下がらないようにずっと持ち続ける感じですかね。うんうん、でもなんか最近の選手って、はい、結構まあそれこそ一人でされる方もいますし、うん、複数の方とか、ああ、そうですね、それこそ全然違うチームの方ともされる。そう、まあ、あれはどうなんですか？あの僕らの頃は単純に他のチームとやるっていう、他のチームの選手とやるってことはやっぱり少なかったと思う。そうです、ほとんどなかったと思いますね。なんかその言ったら教え合うわけじゃないですか。そう、技術をね。敵にいいんですか？だからそういう感じになってきたよね。やっぱ共有し合って、もうお互いに高め合っていこうという感じになってますよね。だから逆に僕らの時は本当にこう、まあ、敵と何練習するなんてなんだみたいな、ね、私もなんかそういう思いの方が強かった。そうそう、敵のチームと話することもなかったしね。そういった意味では、まあ、自主トレも変わってきましたしね。まあ、あの野手とねピッチャーが、はい、まあ大体はピッチャーはピッチャー、野手は野手なんかでやってましたけど、はいはいはい、今年はね、あ、そうです、鈴木誠也と森下投手がね、うん、一緒にやったということで、でもこれもねやっぱりいいことだと思う。あ、そうなんですね。やっぱり相手の考えていることをやっぱり話すとすごくね、あのお互いピッチャーにとって野手の話を聞けるといいことになるし、野手もこうピッチャーの考え方を聞くと、ね、打席の中ですごくねこうプラスになるんで、これはいいことだと思いますね。うん、なんかこう練習メニューに大きな差は特に、いや、やっぱり違いますよ。やっぱりバッターはね、あのバッティング中心に練習する中で、はいはい、まあ、ピッチャーっていうのはやっぱね、こう体力を鍛える方がちょっと多い部分もあるので、まあ、で同じできるところだけ一緒にやったということでしょうね、多分ね。まあ、でもなんかチーム力も上がりそうですね。そうですね、それは非常にあると思いますね。はい、うん、なるほど。うん、さあそして山内さん、はい、今日の一部メモは調べてきました。はい、何でしょう。異色の自主トレということで、はい、あのですね、まず楽天の現在のコーチ鉄平さんがいらっしゃると思うんですけど、鉄平、はい、そうなんですよ、はい、調べてきました。あの盗塁のためのスタートダッシュを鍛えるために、うん、陸上の福島選手という、うん、100m と 200m で日本記録を持たれている選手と自主トレをしたという、はい、なんか全く違う競技の選手と、うん、こうね、自主トレするんですけど、はい、これはやっぱり高ま…いや、それはやっぱりいいでしょう。やっぱり陸上のね、スタートを切る、うん、どういった感じでやってるのかっていうところで、まあ、あの他の種目とやるって、まあそれはあの過去にもいろいろありましたよ。カープの選手もね、バドミントンの選手と、はいはい、自主トレをやったりね。すごいですね。そういう選手もいました、過去には。でもそういうふうにあの違う種目とやるっていうこともね、本当にこうプラスになるでしょうし、うんうん、なるほど。そしてもう全くそういう違う選手とやる方もいますし、うん、はい、あの日ハム時代の大谷翔平選手は、はい、
バッティング練習をするときに雪玉でやってたみたいなんです。野球のボールじゃなくて雪玉を。そう、自主トレで？自主トレで。遊びになっちゃうんじゃないですか？遊びじゃない。これ効果あるんですかね？遊びなのかな？まあなんか雪玉でバッティングをしてたらしいんですけど。え、どんな効果があると思います？じゃあ雪玉。え、でも山井さんに聞こうと思って。俺はそれ聞いた限りで言うと。ちょっとしたこう遊び感覚気分転換ですかね。気分転換じゃないの多分それは、うん、そしてですね、はい、3つ目が、はい、あのまあいろんなトレーニングあるんですけど、これはあの体力的なトレーニングじゃなくて、楽天、また楽天なんですけど、楽天の打球だね、楽天の1番目も楽天の福山博之投手が、はい、うん、胃袋の強化を自主トレでしたらしいんです。で、その胃袋強化も、もういろんなものを食べて内面から強くなるっていうトレーニングをしたらしいんですよ、うん、で、このトレーニングの成果かわからないんですけど、この年、65試合に登板して6勝0敗7セーブ、防御率 1.06。 すごいねえ、すごいですよね。それ効果出てるね。この胃袋強化のトレーニングをして、もうなんかありとあらゆるものを食べたらしいです。はい。でこの結果もうこれだけすごい成績が、やっぱりこう内面からなんか変わるんですかね。まあ全てのことにチャレンジするっていうことで、うん、まあ俺はもう全て受け入れるぞっていう感じなの開き直りが鍛えられたんじゃないでしょうかね。すごいですよね。いやでもその結果が出るとやっぱりあのいいですよね、はい、あのそうですね、その自主トレがあってたのかなって思うし、うん、また来年もやろうかなって思うじゃないですか。そうですよね、うん、でもそういうふうにやっぱりこう変わった自主トレ確かにやった方がいいかもしれないですね、はい、あ、本当ですか、うん、それが合う合わない、またダメだったらまた変えればいいですね。そうですね、うん、面白い。1番目も面白いですね。ありがとうございます。野球選手もいろんな自主トレ方法があるということで、はい、うんうん、はい、お伝えしました、はい、さあ、そしていよいよ先週でもお伝えしたんですが、もうすぐキャンプということで、はい、来週のスポラバは山内さんが現地沖縄から、はい、沖縄行ってね、はい、ちょっと情報を仕入れて沖縄からねちょっと行きたいと思いますんで、はい、そうなんです、ぜひご覧ください。はい、ご覧ください。そしてもう一つお知らせです。 TSS の公式 YouTube チャンネルではカープ認定スポラバチャンネル特別編と題して、2020年のカープの名シーンをホームラン集、好プレー集などカテゴリーに分けて配信中ですので、うん、そちらもぜひご覧ください。はい、それでは、あ、そうか、来週じゃ山内さんがいないんで、はい、やればいいのにしますし一人で、うん、西山でも、佐藤君も ね、出たらね、確かに、誰かを呼びたいので、はい、それで山内さんも気をつけて、はい、行ってきます、はい、それではまた、はい。